空間教育の野口孝明です私は隕石や宇宙の塵などの宇宙から持ち帰ってきたサンプルを研究しています約46億年前に星々の間の空間のガスや塵から太陽系が作られました太陽系には無数の小さな天体小惑星や彗星が存在しています 小惑星の一部には地球の軌道にまで近づくものがあります有名なハヤブサ探査機が調べた糸川や今ハヤブサ2が調べているリュウグウはそうした小惑星の仲間です水星別名ほうき星シと呼ばれる天体は小惑星よりもさらに太陽から遠いところで作られています私は太陽系の天体がどのような物質から作られ それらがどのように変化したかを小惑星や彗星からやってきた隕石や宇宙人探査機が取ってきたサンプルを分析して調べています地球に降ってくる宇宙人はとても小さいため地球の塵の影響ができるだけ少ないところで採集しなくてはなりませんそこで私たちは南極の雪の中から宇宙人を探しています採集したサンプルを観察する際には サンプルを髪の毛の直径の100分の1以下にまで薄くする必要がありますそのためサンプルを樹脂や硫黄に埋め込みダイヤモンドの刃で薄く切って分析しやすいようにします薄く切られたサンプルが蒸留水の表面に浮かびリボンのようになっているのがわかるでしょうかまた大気のない天体である小惑星や月の表面が 宇宙の厳しい環境にさらされて変化している様子も調べています小惑星や彗星を作っている物質は45億年以上前に作られその後大きな変化を受けていませんいわば太陽系の化石のようなものですそれらを実際に測定して研究するというのは太陽系の歴史を文字通り直に読み解くという気持ちになります また宇宙から持ち帰られたサンプルはごく限られた人しか分析することのできない大変貴重な資料です。扱いに気を使いますが慣れてくるとその緊張感もまた一種の快感になります。えー、子どもの時からアポロとかボイジャーなどによって太陽系が調べられていくのを見ていつかは自分もと思ったものでした。大学生の時に隕石を使って 太陽系の成り立ちを研究したいと教授にお願いしましたなかなか OK が出ないでものすごく食い下がって研究を始めさせてもらいましたそこで引き下がっていたら今日につながることはなかったと思います <music>、えー、幸いなことに私はハヤブサとハヤブサ2探査機に関わることができました九州大学には ハイブサー2探査機の持ち帰るサンプルを分析するメンバーに選ばれている人たちが私たちと宇宙の歴史を読み解いてみませんか